皆さんこんにちは、ショー VR チャンネルのショーです。今回は HTC VIVE から2つの新しいヘッドセットが発表されたので今回紹介していきたいと思います。この VIVE PRO 2と VIVE FOCUS 3、 この2つですね。 FOCUS 3 の方は企業向けのヘッドセットとなっているので、主に VIVE PRO 2について紹介していきたいと思います。自分はですね、 PC VR 今 VIVE PRO を使っているんですけど、これも2年前に買ったものなので、そろそろ買い替えたいなと思っていたんですけど、今回ねちょうどいいタイミングだったので VIVE PRO 2予約しました。初代の VIVE PRO からいい感じにスペックアップしていたんで、これは結構いいかなと思っています。その辺も含めてお話できたらと思っています。早速ね、紹介動画流しながら見ていくんですけど、外観は初代とほとんどあまり変わりないですね。着用感は初代の時でもかなり快適だったので、このままでもいいかなと思っています。この同交換距離とかも初代と同じように調整できたり、ここの前面もこういう風に動くようになってるみたいですね。メガネを着用したままでも着用できるみたいです。まあこのメガネは多分無理だと思うんですけどね。で、スペックなんですけど、視野角が120度になってます。で、リフレッシュレートも 120Hz になってます。初代は110度と 90Hz だったんで地味なアップになっています。視野角が広がったのは結構嬉しいところですね。で、ここがやっぱり一番のポイントだと思うんですけど、解像度が 5K になってますね。片目 2448×2448 なので、これ初代と比べると結構アップしてますね。初代が 1440×1600 で初代の 260% アップしてるみたいです。これはね、他の PC VR のヘッドセットと比較してもかなり上位になる解像度ですね。自分もちょっと前に紹介したことがあるんですけど、リバーブ G2 より上ですね。まあ、もはやね、解像度のために変えるんじゃないかっていうぐらいの感じではありますね。ただ一つちょっと気になるのが、ディスプレイが液晶になっていることですね。初代の VIVE PRO は有機 EL だったんでかなり発色良かったんですけど、液晶というのがちょっと気になるところです。実際に Oculus Quest 2の液晶とこの有機 EL 比べてみるとかなりの差があると体感的に感じますね。これでプレイした後に Quest 2でプレイすると Quest 2の方がだいぶ暗いなっていう感じがわかります。ただ、ね、有機 EL の時はかなりスクリーンドア効果が激しかったので、クエスト2の液晶のスクリーンドア効果のなさで比較すると結構ね目立ってしまっていた感じはありますね。それが液晶になるとほぼないような状態になるので、まあそこね、発色を取るかスクリーンドア効果を取るか、このディスプレイの見え方については VIVE PRO 2が届いてからちゃんと比較してみたいところですね。で、アクセサリー系はワイヤレスアダプターが用意されているみたいです。これは初代の時もあったので、それとまあ似たような感じだと思います。で、フェイストラッカーもちゃんとつけれるようになってますね。その他、まあもちろんですけど、VIVE トラッカー 3.0 も使えるようになってます。で、ベースステーションは 1.0 と 2.0 両方使えるようになってます。コントローラーはなんか動画を見る限り、青色のやつだけに映ってるんで、もう一個古い型のコントローラーがあるんですけど、そちら利用できるのかちょっとわからなかったです。で、バルブインデックスのコントローラーも使えます。予約は公式ではもう始まってるんですけど、今品切れ中になってますね。5月19日から正規販売店でも予約開始なんで、ドスパラとかでも予約できるようになると思います。発売は6月3日かと思ったんですけど、日本は6月下旬みたいですね。やっぱり一番注目したいところは解像度なんですけど、ディスプレイはね、今 PC VR では液晶が使われるっていう流れがもう最近では多いですね。まあ、自分はですね、初代の VIVE PRO を使っていたんで、これは結構いいタイミングだなと思ってすぐに予約したんですけど、これがバルブインデックスとかリバーブ G2 を使っていた時に変えるかって言われるとちょっと悩みどころだと思います。まあ、解像度に関してベストを尽くしたいっていう方は予約しても間違いないとは思います。次はですね、 VIVE FOCUS 3なんですけど、こちらはスペック表をさらっと紹介しておきたいと思います。こちらの目ぼしいところといったら、外部センサーが必要なくてスタンドアローンで動作するということと、解像度が VIVE PRO 2と同じになってるんですかね。これはね、スタンドアローン機種としてはかなりスペックは高いと思います。ただ企業向けなので、これが一般向けだったらかなり注目したい機種だと思うんですけど、そこはちょっと微妙なところだなと思います。
今後も一般向けも発表されるんじゃないかみたいな表記があったので、もしかすると発表はあるかもしれませんね。まあ、初めフォーカス3のスペック見た時に5 Pro 2じゃなくてこっちでもいいんじゃないかって思ったんですけど、まあ多分フォーカス3用のプラットフォーム、クエスト2だったらオキュラスストアっていうのが用意されていると思うんですけど、そういうのが多分ないので、まあそれぞれ企業向けにアプリを開発したものを動作するっていう形だと思うので、やっぱりそういうこともあるので企業向けのヘッドセットとなっているんだと思います。スペックの紹介は以上となるんですけど、5 Pro 2と他のヘッドセットの比較表みたいなのを作ってみたので、そちらちょっとご覧ください。これ10秒ごとぐらいに切り替えていくので、もしじっくり見たい場合は一時停止して見ていただければと思います。ということで 5 Pro 2と Focus 3の紹介だったんですけど、もちろん 5 Pro 2が届いたらレビュー動画上げますのでお楽しみに待っててください。高画質でメダルオブオーナーやってみたいですね。これ他にも VR 彼女とか、まああの動画とかね見てみたいと思います。実際にクエスト2で無線に慣れちゃってるんで、有線の PCVR どのぐらい活躍するのかはわからないところはありますね。まあ、パソコンのスペックもね上げないと、多分解像度的に今 GTX1080Ti 使ってるんですけど間に合わないので、この機会にグラボも変えようと思ってます。 5 Pro 2が届く前に変えれたら一番理想的ですね。まあ、その辺の動画もアップしていこうと思ってるので、もし気になる方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画で。